はい、こんにちは、のぞみです。今日は与那国島の東側上がり崎に行きたいと思います。東崎と書いて上がりです。日が上がるということで上がり崎でございます。今日行く上がり崎にはですね、日本在来馬の一種与那国馬が放牧されております。やっぱり与那国島といえば与那国馬でしょう。与那国馬はですね、戦後農耕馬としてね活躍してたんですけども、まあ時代とともにですね、馬から機械になりまして、そしてこの与那国馬が絶滅の危機になりましてね、その後保護を受けまして、今島の天然記念物に指定されております。ですので与那国馬はですね、もうほとんどもう観賞用な感じでございます。今日はその上がり崎東牧場に行きましてね、ちょっと与那国馬と戯れたいと思います。今日はお天気も良くてね、風も弱めでございます。さあ、この上がり崎東牧場は結構広めですからね、まあ馬が、まあ、その時間帯によってどこにいるかわからないんですけども、まあ、一番理想的なのはですね、まあ、この灯台付近がまあ雄大な放牧地になってまして、そちらに馬が固まってますとね、まあちょっとこうインスタ映えするというかね、結構映えますので、ちょっと期待していきたいと思います。あの僕の車はですね、もうボロボロの車なんですよ。これ1万円で買った車なんですけども、今ね窓閉め切ってますけども、撮影のために、あの僕の車エアコン全く効かないですからね、これ窓を開けるとね風が入ってきますので、結構風の音でうるさいと思いますので、今窓を閉め切った状態で喋っておりますけども、めちゃくちゃ暑いです。そして与那国馬はね、分類が ポニーになりまして、ちょっと小柄なね、感じでございます。まあ、性格的にはねとてもおとなしい馬でございます。まあ、馬によってはね触れる馬もいますのでね、今日は触れる馬がいましたらちょっとこう撫でてみたいと思いますのでね。はい、では上がり崎に到着でございます。まず見てほしいのがですね、こちら溝になってますのがテキサスゲートと言います。このテキサスゲート、牧場内にいる放牧されている、まあ、牛とか馬がね牧場からこう外に出ないようになっている作りでございまして、至ってシンプルです。この溝がね 1,2,3,4,5,6,7 個あるんですけども、まあ、この溝だけでね牧場からこう外に出ないようになってます。まあ四つ足なのかね、ちょっと歩幅が合わないのかわからないんですけども、本当にこれだけで出ませんのでね、こっち側がですね牧場から外です。でここのゲートをくぐりますと牧場の中、この茶色いのもう馬の馬糞ですからね。そして風力発電の羽がね一機ございます。ではこれから駐車場に行きまして、与那国馬をね探したいと思います。では上がり崎の駐車場に着きました。今日はご覧の通りめちゃめちゃ天気がいいですね。海の色もね真っ青でとても綺麗です。今いるのが僕一人でございます。では与那国馬を求めて歩きましょう。ただお天気が良くてね日差し強いので、馬がひょっとしたら木陰にね隠れてる可能性もございます。先ほども言いましたけども、与那国島の一番東側でございます。
方角的には西表島と石垣島です。こちら気象条件が合えば70キロ離れている西表島もね、一望できることがございます。西側に行けばね、台湾、まあ、年に数回なんですけども、台湾までが111キロ、ここから西表島まで70キロ、ですのでね、西表島見る確率の方がね高いです。灯台付近に馬が固まっておりますね。行きましょう。そしてこの辺もう道端に落ちてる茶色いのね、全部これ馬の馬糞ですからね。はい。ただ馬たちね、牧草しか食べませんので匂いがもうほぼないですね。まあ至る所に馬の馬糞がございますので、もう馬の馬糞の上を歩いているような感じでございます。馬糞です。さあこちらがですね、上がり崎の展望台東屋なんですけども、まあちょっと台風の影響もございまして、この展望台にはね上がれませんのでね、皆さんご注意してください。しっかりロープも張られております。そして天気が良い日、暑い日はですね、この東屋の下に馬がね涼んでる時もございます。もう中クソまみれでございます。さあ与那国馬、とても小柄でございまして、体長が120センチぐらいですね。先ほども申し上げましたけども、戦後は農耕馬として活躍しておりまして、この与那国島のね厳しい自然環境の中働いてきた与那国馬でございます。本当にちっちゃいながらですね、重い荷物を背中に乗せて運びまして、とても力強い馬なんですね。性格はとても温厚でございます。そしてですね、爪はとても硬くてね、蹄鉄しておりません。ではですね、灯台付近に馬が何頭か固まっていますのでね、行ってみたいと思います。ちょっと 木陰に隠れて進んでいるような感じでございます。1,2,3,4,5頭います。1頭は草食べてますね。1,2,3,4,5,6頭です。子馬がね2頭います。ちょっと近づいてみましょうか。あの馬に近づく際はですね、絶対後ろから行かないでくださいね。前か横からか、まあ、声をかけながら行ってください。後ろから行くとね、やっぱり警戒してこう蹴られる場合もございますので、絶対後ろから行かないでください。かわいい。あ、灯台の向こう側にもいましたね。よいしょ。灯台の反対側には2頭います。さあ上がり崎の一番先端に来ました。さあ先端、だいたい海面から100メートルぐらいでございます。おお、なんかあのサスペンス劇場に出てきそうな断崖絶壁でございます。くれぐれも風の強い日はここ立たないでください。危ないですからね。まあたまになんですけども、運が良ければ下を覗くとね、ウミガメも泳いでる姿も見れるんですけども、ちょっと今日は見えないですね。いやー
そして方角的にはこの辺ですかね。ずっとまっすぐ行くと西表島と石垣島でございます。今日はちょっと西表島見えませんけどもね、なかなかスリル満点でございますよこれね。さあこちらがですね、東牧場の中にございます立口寺と言います。1644年、もう簡単に言えばですね、海上監視ですよね。敵から身を守る見張り台でございます。もう説明文に書いてる通り、まあ3人の門番がいまして、まあこう船が現れるとですね、煙を焚いてお知らせをしてたりですね、まあ、門番がですね、馬に乗ってこう各集落にお知らせをしてた場所でございます。まあ、馬に乗って運命運命と言ってね、各集落にお知らせをしてたらしいです。こちら立口寺でございます。まあ、こちら年に1回航海安全の祈願がございます。はい、今回はですね、あがり崎東牧場与那国馬をお届けいたしました。
よく観光のお客様から聞かれるんですけども、夜はどうされてるんですかって聞かれるんですけども、もうずっとこの与那国島ずっと放牧です。基本組合で管理はしてるんですけども、まあ、夜、もしくは台風雨風が強くてもですね、まあ、どちらかの草木に身を寄せて生活をしている与那国島でございます。とても性格が温厚でね、触れる馬もいますから、ぜひこの上がり咲き来てください。まあ、今コロナの影響でね、なかなか旅行がしづらいと思いますけども、少しコロナが落ち着いたらぜひ与那国島、もしくは八重山の方にね遊びに来てください。まあ、こういう暑いですからね、まあ、人がいないときは全然マスク外しても大丈夫だと思います。この人がいるときはね、しっかりマスクをして、まあ、消毒をして旅行に備えてください。では今回の動画は以上となりますので、もしよろしかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。